こんにちは。はい、今回はですね、話題の人物や出来事から学びになることを、自分たちのものにしていこうというコーナーですけども、まあ、割と人気のあるコーナーですよね。割とそうですね、話題人気あるコーナーですけど、今回はもう何と言ってもですね、もう山ちゃんですよ。山ちゃん、山ちゃん、今更ですか？まあまあ今世間をね、あ、こんだけ騒がせておりますから、南海キャンディーズの山ちゃんこと山里亮太さんと、人気女優の蒼井優さんの、結婚記者会見インタビューから、こう仕事や人生に生かせる学びとあるのかと、ところを、見ていきたいなと思っております。なるほどね。まあちょうどね、この結婚会見が開いたのが僕たちが撮影した日の通りだったんで、ちょっとリアルタイムは見えてなかったんですけど、あ、そうですね、びっくりしましたよね。びっくりしたね。なんか YouTube でもそれ一色になってたよね。そうですよね、会見動画ばっかり。もう一時期ね、世界のツイッターランキングでも1位山里亮太だったマジで、2位が蒼井優だったし、マジで。それ日本がすごいよね。そうそう、日本の話題の世界のランキングで1位、2位独占っていう、すごいね。ラピュタのあれバルス以来ぐらいのもうすごさってことですよね。あ、そう、はい、それが世間を騒がしたってことです。まあ、実際ね、メディアとかでも令和最初の衝撃とか、あ、究極の美女と野獣とか、おうほうほう、まあ、いろいろ見出しが飛んでおりますが、その感じでいろいろ賑わしております。なるほどね。でね、そんな世間で話題になってますんでね、そのネタに乗っかろうっていうね、もちろん YouTuber 精神僕らにもあるんですけども、そういう思いもあるんですけども、実はですね、僕神尾亮とですね、山里さんはですね、テレビで共演してるんですね。共演したことがあるので、その当時のエピソードとか、そのカメラがね回ってない時の山ちゃんの人がどんなんだったのか、どんなんですかっていうのをお伝えしたいなと思って、ちょっとこのテーマで今回お送りしたいなと思っております。なるほどね。共演したことがあるからこそ分かることという。そう、だからどこの動画でも聞けない話。なるほど。山ちゃんの裏側、裏の顔をお伝えしていこうと思っております。なるほど、なるほど。で、実際はですね、これも、撮影があった2007年なので、今から約ね、もう12年前なんですよ。12年前、はい、すごいな。その当時やってた、島田紳助さんが司会の、当時ねすごい人気あった番組「世界バリバリバリュー」に出させてもらった時に、その僕がね、その当時住んでた家、まあ、今この YouTube のスタジオに使ってるんですけど、そこの家にインタビューアーとしてそのロケに来てくれたのが南海キャンディーズさんなんですね。見た見た、ありがとうございました。その時、記念撮っていただいた写真がこちらでございます。若い、チャラいな、チャラい人おるわ。真ん中なんてチャラくね、チャラい。僕この写真探してて自分ではびっくりしたもん。チャラと思ってこんなにおるチャラい人。あ、落ち着いたね。落ち着きてましたね。丸だったね、なんかね。当時は全く思ってなかったんですけどね、なんとも。今見たら何やこいつと思いましたね。胸元の開き具合がすごい。ほんまやね、開いてたよ、あの時。もうすぐ乳首見えるんじゃない。そんな感じの時ですよ。なるほど。そして実はですね、この時が僕神尾亮テレビデビューの日だったんですね。あ、そうなん、はい、へえ。それまで初出演や。もうそれどころか顔出しもしてなかったんで、まあ、メディアにはね、雑誌とかのインタビューで出させてもらったんですけど、顔は出しなかったんで、写真でした。でもっと言えばですね、初めて一緒に仕事をさせてもらった芸能人が山ちゃんとしずちゃんってことなんですね。じゃあすごい祝福っていうか、今回話題になったのは嬉しいですね。嬉しいですね。で、当時僕がこのチャラかった時代は28歳なんですけど、28歳ぐらいなんですけど、あ、28にしてはチャラいな。ちなみにあなたのこの時の写真ももっとすごいから、あとでいつか絶対公開しちゃう。いやいや、チャラいどころじゃないからな、また別の角度ですごい人やから。自分で思った。まあ、もう忘れた。僕も探してみたんですよ、自分の写真。なかった。あるある、売ってるから。なんでやん。もう全く別人の2人やった。あゆちゃんの10年前の写真も見よう。今度ね、それも小学生とかになるんじゃん。まあ、ちなみに話戻すと、当時28歳くらいで、で初めてのテレビ、しかもこれ全国放送のゴールデン番組、司会島田紳助さん、で、ね、見たこともないようなもうでっかい機材がどんどん家に運び込まれて、撮影ですからね、当然全国の。ですっごい本格的なこのテレビカメラが来て、ピンマイクを初めてつけ、
照明もめっちゃ眩しくて、うん、テレビなんでね、うんうん、で初めてあのテレビの台本っていうものを渡され、ほうほう、そして言うても大きい番組なんで、うん、その撮影クルーもいっぱい大人たちが来て、大人たち目怖そうなカメラマンの怖そう、ね、その道歩いてきたとい う, こう渋いといういぶし銀というか ね、そんな感じの人とか職人さんみたいな方も来て、うんうん、そしてね当時からもう南海キャンディーさんめちゃくちゃ人気があったんで、うんうん、その南海キャンディーさんのトークすると、うん、いうことで、もうとりあえずめちゃくちゃ緊張した緊張したってのを覚えてますね。でさらに実際に撮影が始まってからももうどこを見て話せばいいか分からないですよね、初めてのテレビの、はいはいはい、カメラもいっぱいあるし、カメラもあるし、カメラを見て話せばいいのかこう話せばいいのかとか分かんないし、うんうん、あと山ちゃんとかしずちゃんがまあボケとかツッコミしてくるわけですけど、はい、それどうリアクションしたらいいのか、あ、なるほどなるほど、分かんないわけですよね、うんうん、ま、ツッコんでええものか、そうそうそう、でツッコまれた時にもどうリアクションしていいのか、ボケてええものかボケる余裕もないけど、あ、なるほどそんな感じだったんです。でしかもですね、うん、もう一つ別の角度から言うとですね、実は南海キャンディーズさんにとっても初めてのバリバリバリューのロケだったんですよ。あ、そうなんですね。つまりですね、この僕のロケの時に笑いを取りまくって、うん、番組プロデューサーとかね、島田紳助さんに認められなければ次呼ばれないってことなんです。うまいな、ようこんなテレビ出演初の人にぶつけてきたなだからね、そんなことはお二人おっしゃってなかったですけれども、うんうん、その意味でも多分すごいこのロケにかけてたと思うんですよね。あ、プレッシャーがね。そうそうそう、だって、ね、ゴールデンの番組、島田紳助さんの番組だから、これ今後の芸人人生でめちゃくちゃ大きく影響しますからね。ここで失敗しても次呼ばれへんかのと、次からも呼ばれるのが全然、ね、うんうん、芸人人生変わってきますから、ね、でしかもゴールデンだから、うん、これから他の番組も出れるかっていうのも関わってくるわけですから、すっごい多分欠けてたと思うんですね、うんうんうん、でもそんな中で僕はですね、そのある意味その初めてなんで、ある意味そのインタビュー内容が面白くなかったりとか、なんかリアクションがいまいちだと足を引っ張る可能性があるわけですよ、うん、ほんまや、南海キャンディーさんにとったらね。そうやね、うん、で一応だから一応神尾をメインとして取材に来てくれてるわけですから、うん、まあ、僕がメインなわけですからね。そうですね、だから僕中心に話展開していくわけですけど、僕はちゃんと返せなかったりとか、なんか当たり前、なんかよく分からん当たり障りのないことを言ったりとか、うん、せっかくボケてくれたのにそれを流してしまったりとかしたらカットされるわけです、うん、そうやん。そしたらもう次番組呼んでもらわないかもしれない、うんうん、山ちゃんしずちゃんにとっては、うん、という足を引っ張ってんじゃないかと思いもありながら撮影を進んでいったわけです。そんなことまで考えてる出演者なかなかおらんやろなので、ね、すごく、ね、申し訳ないなと思ってて、うん、どうやっていいか分からんからね、うん、でそのカメラが止まって、まあ、いろんな準備とかでカメラが止まってる時に、僕山里さんにね、うん、すいません、ちょっとテレビの取材ほんまに初めてなんで全然何も分からなくて、なんかもうどうしたらいいか分からなくてすいませんって謝ったんですよ。そう、このチャラさで心は優しい少年そうやったそしたらですね、山里さんがですね、何と言ったかというとですね、もうそんなこと全然気にしないでください、お、まあ、楽しんでやりましょうってにっこり笑ってくれたんですね。へ、でその後もですね、カメラが回ってないところでも、うん、まあ、例えば僕当時あのアニメのフィギュアとかいっぱい置いてたんで、うんうん、あ、この春日のフィギュアどこで買ったんですかとかね、うんうん、聞いてくれたりとか、うん、僕山ちゃんが僕も投資あったら儲けられますかね、うんうん、芸人なんかよくわからん、この先よくわからんでとかみたいな感じですごい気さくに話しかけてくれて、うん、すごいリラックスできたなっていうのを覚えてますね。あ、そうですか、はい、いい人じゃないですか。めっちゃいい人。へー、だからロケはですね2日間にわたって行われたんですけども。そうなの、2日にも、うん、へー、まあ、V で言ったら30分も30分弱ぐらいですよね、うんうんうん、丸2日。へえ、すごいな。そのいいとこを切ってテレビは使いますから、ね、うん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 、実際僕たちも出た番組でも数分のカットのためにめっちゃ撮ったでしょうし、うまいね、うん、まあ、そんな感じ、テレビは本当にこういっぱい撮っていいとこを使う、うん、逆に YouTuber は全部使う、うん、そうやねできるだけ使うまあそんな感じロケ2日間にやって行われたんですけど、なんと1日目のロケの終了後ですね、その山里さんさっき見た写真にあるようにジャケット着てはったんですけど、うんうん、シャツもジャケットもびっしょびしょだったんですね。びっしょびしょ、うん、多分おそらく山里さんも緊張しまくっててめっちゃ汗かいてたんと思うんですよ。クーラーかけてなかったんじゃん。かけてましたけどだって他はみんな別にそんなことなかったですからね。あ、山里さんのシャツだけびっしょびしょだったんですよ。あ、そうなんや。だからすごいプレッシャーをやっぱり感じてたと思うんですよ。うん、ここで決めないと次ないっていうことですからね。なるほど、うん、だからそのもう次の日のために慌ててクリーニング店を紹介し、おうおう
次の日までやってくださいっていうのを言ったのも覚えてます、ね、あそうなんですね、はい、でそんな風にご自身もですね山田さん自身ももう一度言いますけど、うん、これから この番組に呼ばれ続けるかがかかっている超大事な仕事なわけですけども、うんうん、まあそのね言うと足を引っ張って僕に対してもすごく優しくしてくれましたし、うんうん、まあともう当時からすごい売れてましたけどもう売れてるからっていう偉そうなことも一切なく、うんうん、全くなく本当に気さくによくしていただいたなとい う, もう印象しか残ってないですね。へえ、ただのいい話やんか。ただのいい話、うん、だ正直ねその時28歳の僕にとって、うん、その28年間今までの人生の中で出会った人の中で一番素晴らしい人だと思ったんですよ。うそほんまに、うん、これ実際12年前のブログにも書いてますし、その他のところでもずっとこの話はしてるんで、うん、別にこの動画のために結婚だからって言っていい話をしてるわけではなく、あ申し上げてるわけではなく、もう本当にその当時から思ってました。へえ、すごいめっちゃいい人。もちろんねしずちゃんもめっちゃいい人でしたよ、うんうんうん、まあ、今回一応山田さんのご山田さんのご結婚ということでね、うん、山田さんのエピソードを中心にお話ししてますけど、そうですね、はい、しずちゃん結婚した時はまたその話してください、まあ、なのでねテレビの中の山里さんも、うん、まあねキャラとしてなんかちょっとひねくれたというか、うんうんうん、キャラしてをやってはりますけども、うんうん、まあ、それでもねよくよく見ていくとね山ちゃんのキャラ人の良さって伝わってくると思うんですけども、カメラが回ってない時はもう本当にその何倍もいい人っていう、僕だから山田さんの印象はって聞かれたら面白いよりいい人が先に行きます。ああなるほどそれ芸人として致命的やからそれも失礼な話ですけど、それぐらい本当にいい人だったっていう印象しかほんまに残ってないですね。なるほどね。まあ、だからちなみにオンエアではねもうめちゃくちゃ大爆笑取りまくってましたけどね、うん、多分めっちゃこうここにかけてたこともあってロケ中はめっちゃ滑ってありましたけど、ね、そこはカットされて、ギリギリ攻めていってめっちゃ攻めていっていっぱい滑ってはりました、ね、ああなるほどなるほどそこはカットされてましたけど、でも本当にねめちゃくちゃ面白い人だなと思いましたね。だからプロの仕事っていうのを肌に感じたこの2日間だったんですけど、ね、なるほどね。あそれで神尾さんは芸人に興味を持ったんですね。まあ、それもありますね。あ、まあ、ちなみにですね僕のロケ以降もですね南海キャンディーズさんはバリバリバリ呼ばれてたので、うん、それは本当に良かったなと思います。あ、ほんまやね、はい、その撮影は良かったよ。良かったということだと思います、うん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 、きっとね良、うん、かなかったら当然呼ばれないですからね。そうですね。その後もずっとロケ行ってはったんで、うんうん、一応ホッとしましたね。ホッとしましたまあ、そんな感じでですね、うん、本当にめちゃくちゃいい人っていうのがもう僕の中で一番ぴったりこういう言葉なんですけど、うん、まあ、山ちゃんしずちゃん南海キャンディーさんのおかげでもうテレビの撮影に関する苦手意識とか、うん、逆にこのね売れてる芸能人でなんか怖そうっていうか偉そうにしてるんかなっていうイメージも一切なくなりましたね。だからその謙虚ですか。めちゃくちゃ謙虚。あ、いや山田さん以外の人も、あ、売れてる芸人さんと売れてる芸能人の人ほど謙虚です。あ、そうですか。スタッフの人に対してもちゃんとこの礼儀というかちゃんと尊敬のねリスペクトをね持ってますね、はあはあはあ、売れてる人ほどこのカメラマンの人であったり照明さんだったり音声さんであったりにもちゃんと挨拶するし、うーん、いや中途半端な人ほども全然ダメって感じ。あ、そうですか。うーん、そんなイメージですね。だ一流の人はやっぱり一流、カメラ待てのとこも一流みたいな感じは僕はずっとしてますね。でその後もですね、うん、僕も何十回もテレビ出させてもらってるんですけど、うん、この最初の1回以降はもう一切緊張しなくなりました。へー、それは本当にね山田さんのおかげかなと思ってますね。すごくこう励ましてくれたりとかちょっとしたアドバイスくれたりとか、うん、緊張解いてくれたんでもうテレビに対する苦手意識ではなくなったんで、うん、その後はバーンと前に出ていけるようになった。全然前に行けるようになったんですね。じゃあもうこの YouTube が、うん、神尾 TV があるのも山田さんのおかげかもしれない。あ、それもだからもしかしたらそう言えるかもしれない、ね、山ちゃん TV にするだからそのね僕もともとずっと言ってますけどシャイで、うんうん、もう人前喋るの全然できなかったんですけど、うん、もうこうして今 YouTube でね10万人を前に喋れるようになったのも、うん、まあ、もしかしたらそういう経験も生きてると思いますからね。そうですね、はい、うん、ええ話やんか。ただのただ僕にとってはもう、まあ、もちろん山瀬さんが覚えてるかどうか別として僕にとってはもうこの撮影っていうことに関してこの、まあ、映像っていうことに関してはもう大恩人、一番の恩人だと思ってますね。見てますか見てくれてますか。なのでね結婚会見の話全然してないですけどその結婚会見のインタビューの時にですね、うん、まあ、山さんに対してインタビューの方がモテない芸人はどんなコメントをしますかって言われた時にですね、うん、山ちゃんがしずちゃんが僕に言ってくれたんです、うん、真面目に頑張っていればいいことあんねんなと、うん、いろんな人に気持ち悪いとか言われて炎上したりしたことがありました。そんな世界でも一生懸命やっていればこんな素敵なゴール用意してくれるんだと、うん、僕みたいな戦い方をしている芸人さんの励みになれば
ていうのをね、おっしゃってましたね。なるほどなるほど、戦い方ね。うんうんうん、葵優さんもですね、まあ、結婚の決め手を聞かれた時に言い忘れたことがあります。私は山本さんの仕事に対する姿勢を尊敬しています、うん、私も基本的に怠け者ですが、仕事になるととことんやってしまう、うん、山里さんを見ているとそれが間違っていないんだなと思わせてくれる、うんうん、とはいえ私より山里さんの方が仕事がないと生きていけない人間だと思う、あ、自分が与えた仕事は精一杯やっていき、できる限り山里さんを支えていただきたいですと。うーん、映画な、本当に、うん、いい感じのインタビューですよ ね、 ね、 ね、なんかすごい仕事に対して、うん、こう前向きにがっつり取り組んできた人なんやっていうことが分かりますね。そうですね、だから本当にこのインタビューの回答かも分かるように、名古屋さんも申し上げたように、もう本当に真面目に頑張ってこえたんだ、かろえたんだなっていうことですよね、うん、だから目の前の仕事も一生懸命やると、うん、いろんな壁にぶち当たったりとか、まあ、悩みとか困難とか、うん、まあ、どうしようもなくね、追い込まれることもありますけども、それでも一生懸命目の前の仕事をやり続けると、うんうん、そうすればね、どこかで必ずうまく回り始める時が来ると、うんうんうん、もちろんね、山田さんはこの結婚の前からもね、仕事の面ではもうすでに大成功されてますけども、うんうん、かなり売れておられますけども、今回さらにですね、プライベートの面でも、もう最高の幸せを手に入れるということで、なるほどね、それもずっと頑張ってきたからだということですよね、うんうん、だからすごく当たり前といえば当たり前のことなんですけども、うん、目の前の仕事を一生懸命やり続けるというこのセルフイメージですね、うん、というかこの生き方がもう一番大事であって、これはぜひね、僕らもやってみられるべきだなと思いますね、うん、まあ、シンプルですしね、ちょっと精神論とも言えるんですけども、うんうん、でもそれをはるかに超えた人生でうまくいくための最高の方法といったら、もうやっぱりこれかなということですね、うんうんうん、もう目の前の仕事、与えられた仕事を一生懸命やる、うん、それを繰り返していく、それをやり続けるという、うん、一番シンプルやけ一番難しいことだと思うんですけ ど、 シャツびっちょびちょになってなかったら嘘ってことですね。そういうことですね。それぐらいやらないとダメってことですよ ね、 なるほどね、うん、でちなみにね、僕他の芸人さんが聞いたことあるんですけど、うん、山田さんはもう常に勉強を欠かさず、うん、このマナーなこととか、そのいろんなひらめいたアイデアとかもひたすらメモするとか、うん、本当に準備をずっとやってる方らしいですね。で、家の中にもめちゃくちゃ張り紙をしてると、うん、まあ、例えば常にアンテナを張れとか、うんうん、そういう自分を奮い立たせるような。なるほどね、貼ろっかな俺は。いっぱいなんかチャートとか書いてたから、ね、次来た自分の家でやってください。スタジオじゃなくて、ここでやらせてよ。まあだからね、山ちゃん、山田さんはめちゃくちゃ僕笑いのセンスもともと持ってはる方だと思うんですけど、うん、それに怠けずに、それに怒らずに、本当にコツコツと努力も積み重ねてこられたんだなと思いますね。なるほどなるほど、そっか。だから本当にね、もうカメラ回ってない時の山里さんの裏話、裏側を一言言うと、ただのいい人。ただのいい人。本当にそれだけですね。あ、なるほどね。めちゃくちゃいい人です。はあ。というわけで僕の話はこのいい人っていう結論。結論。真面目に頑張っていこうってことになるんですけど、うんうん、学びとしては奈良節さん的にはこの今回の結婚の話聞いてどう思いましたか？あのね、僕はね、うん、ちょっとみんなと多分違うことを思ってたんですけど、うん、その話を聞きたいです。あのね、まあ、神尾 TV ってことなんで、神尾 TV でちょっと普通と違った見方をお伝えする番組でもあるんでっていうことでこれ言いますけれども、別に結婚自体はものすごく祝福してます、うんうん、まあ、当然ね、はいはい、ただあの僕が疑問を違和感を抱いたのは、おうおう、美女と野獣って言われてるじゃないですか、そういう感じ、うん、なんかモテないキャラ、はいはいはい、あとブサキャラみたいな、あ、そうです、ね、ところを言ってますけれども、うん、でその山田さんと芸能界一モテる、うん、葵さんが結婚したから、うん、うわ、なんやこれと、夢ってあるんやなみたいな、あ、うん、全国の男が夢を奮い立てた日じゃないの。そう、いや俺も頑張ろうみたいな風になった。それはとっても それでいいことですし、うん、はい、いいんですけれども、うん、ちょっと待ってと、お、普通に考えてみよう、お、普通に考えてみよう、山里さんのスペックを普通に考えてみようということを僕はやって、はい、見たいと思います。なるほど。やってみたいというか、そういうふうに受け止めました。っていうか普通に考えて山田さんは僕はモテる人やと思います。ほう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 、うんうんうん、まず年齢としてね、うん、デビューしてだいぶ長いこと経ってますよね、はい、でその中ですぐにもうあれそんな人いたなっていうような、うん、見れなくなる芸能界の中でずっと生きてきてる人じゃないですか。もうずっと第一線でね、うん、それだけじゃなくてもう週何本レギュラーあんのっていうぐらいレギュラーになってて、はい、もう週10本ぐらいあるんじゃないですか。うん、うん、でも普段見ない、テレビ見ないんですよ僕。でも山田さんのことは知ってるんですよ。へえ。ねほりんかほりんとか、あのゆうさんと一緒にやってる番組で。あ、何そんな知ってんの。ああいうの僕好きなんですよ、めっちゃ。はい、うん、
ああいうあれめっちゃ好きですね。なんでつまりね、うん、超売れっ子芸人なわけですよ。まあ、もちろんそうですね、うん、でそんなレギュラー抱えてる芸人さんって何人おるって話ですよね。多分芸能界の中でもトップ 3% とか 2% とかに入るんじゃないの。もうそんな知らんけど、まあ、入るでしょうね。入るでしょう、うんうん、じゃあってことは年収でどれぐらいなんのってことですよすぐお金の話。いや実際スペックを考えてみようって言ったじゃないですか。はいはいはい、だからお金年収でね、うん、なら少なく見積もっても数千万、うん、はい、で下手したら全然1億超え、億超えてると、お年収でね、はい、いう収入に関してはほらハイスペックな人なわけですよ。見方変わっちゃう、見方変わっちゃうんですよただのなんかモテないキャラじゃないよ。なるほどなるほど。でね、外見に関しても言います、うん、しずちゃんってだいぶ大きいやん、あの人大きい大きいね、うん、共演したから、うんうんうん、どんなもんかサイズ感わかるでしょ。わかります。その横に立ってて全くおかしくない、あまりそんなち、はい、大きくないけどしずちゃんより、うん、遜色ないような身長じゃないですか、はいはいはい、あの人背高いでしょ、めっちゃ。多分そうですね、多分180ぐらいあるでしょ、 おそらく、はいはいはい、うん、つまり身長高し収入高身長の人なんですよなるほどはいはいはい、はい、うん、ほんで、うん、あの髪型、うん、まあ、おかっぱみたいな感じで、はい、メガネかけてるから、うん、あんな感じになってますけれども、はい、あれ普通にですね、うん、今風の髪型にしてメガネ外してコンタクトにして、うん、あと服装もですね、うん、ちょっとそういう笑い芸人って感じの、さ芸人って感じの格好してありますけれども、うんうん、はい、それも普通に爽やかなファッションにすると、うん、普通に男前ですよ、おそらくら普通その一般社会にいたらね、うんうん、芸能界にいたら、うん、もうモテる人、まあ、美男美女ばっかりですから、うん、それはスペックは低く感じるかもしれないけども、はいはいはい、でもその中で、うんうん、いない、普通にここにいたとしたら、はい、普通にかっこいい人やと思いますね、まあ、ちゃんと今風の鏡型にして服装も変えて、うん、そうですそうです、つまりですね、うん、山本さんの正体は、うん、美女と野獣の野獣なんかではなくですね、ブサメンなんかではなくですね、うん、芸能界のトップランナーと、しかも高収入高身長、うん、性格のめちゃめちゃいい、うん、まあまあ男前、うん、はい、というような人なんですよ、うん、はい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 、って考えると、うん、今回の結婚、うん、全然おかしくないことなんですよね。なるほど、うん、美男美女で結婚してるのと同じぐらいすごいこと、うん、なるほどなるほど、なんですよ、ほうほう、うん、と言っても、うん、葵さんが芸能界一モテる、うん、つまりですね、日本一モテると言ってもいいですよね。まあまあそうですね、うん、いやゆいちゃんの次かもしれんけどね。まあそうですね芸能界一モテる日本で一番モテる部類の人、そうそう、ね、もうヒエラルキーの子、三角形のトップよ、トップ中のトップの人ですよね、はい、うん、その人と結婚したってことは、うん、山本さんめっちゃモテますよ今から。あこれから、うん、女の人って、うん、まあ、男もそうかもしれんけど、うん、相方がどんな人かっていうのものすごい気にするじゃないですか。なるほどなるほど。しかも芸能界のトップでしょ、うん、めっちゃモテるじゃないですか、はい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 、うん、その美男美女の集まる芸能界の売れ、うん、まだ売れてない人たち、うんうん、アイドルとかグラビアとか、はいはい、うん、いろんな女優さんとかいろいろいると思いますけど、うん、これからめちゃめちゃモテると思います。今までモテてなかったとしてもね、はい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 、うん、とりあえず、うん、ここまでね祝福ムードに包まれたっていうのは日本中が、うん、まんまとその騙されたといい意味でね、いい意味で、つまりいい意味で山ちゃんというキャラを、さっきその同じところを武器にして頑張ってる芸人さんのなんかになればみたいな、うん、もうそれが本音やと思いますよなるほどなるほど。自分はこのブサイキャラを作って、うん、その売れていってるわけですよね、はいはいはい、でその山ちゃんがこんだけ愛されたっていうのはものすごい成功事例やと思います。そうですね、そういう意味でこの、うん、今回の結婚報道見てましたね。なるほど、うん、みんなが世間が美男美女だ、うん、違う美女と野獣だってなってんのを、うん、みんな乗っかってるなっていうなるほどなるほど、うんうんうん、これは山田さんに対するただの営業妨害でしかない。いや営業妨害。キャラを暴露させてしまったと。いや、家庭の話ですよ。はいはいはい、うんうん、そういうのがあるかもしれないなっていう時の。あの人はめちゃくちゃ頭いいから、うん、もうきっとそういうことでしょうね。全て計算づくでしょうね。いい意味でね。いい意味でね。もちろんいい人なのはいい。もうそれはもう変わらないんで。そうですね。長瀬さんおっしゃったようにこのね、いろんな趣味、いろんな才能を持ち、美男美女が集まる芸能界で生き残っていくための、うん、
必要なキャラ作りということ で、ね、大成功されたということを言いたわけですよ、うんうんうん、そうですよ。なるほどね。というわけで本当に心からおめでとうございますと、うん、おめでとうございます言いたいですね、うんうん、結婚式呼んでくれんかな言ったったよねお金出しちゃったよね山さん待ってますあの神尾さんだけでもで最後に、ね、もう一つだけですね印象的だったインタビュー内容があるんでちょっとだけ付け加えておきたいんですけど、葵さんがですね、うん、その結婚を決めた最大の理由は何ですかという問いに対して、お付き合いをさせていただいた時から結婚前提にという話だったので、うんうん、そういうふうに思えたのはいくつかあるんですけどと、うん、一緒にいてしんどいくらい笑わせてくれたり、人に対しての感動することと許せないこととのラインが一緒だったり、うん、金銭感覚が似ていることと、うん、あと冷蔵庫をちゃんとすぐ閉めるとかっていう回答ですね。僕この回答めちゃくちゃ素敵やしめちゃくちゃうまいなと思いましたね。あ、そうですか。どこら辺が、うん、もうこれね本当に好きだなってことが伝わってきますし、うんうん、最後のねあと冷蔵庫をちゃんとすぐ閉めるとかっていう、うん、このユーモアセンス、そうですね、うんうん、あもうこれはもちろん僕らも見習っていきたいなと思ったね、うん、なるほどね。だから一流の人ってこのコミュニケーションにおいてもね必ずこういうセンス持っているというかね、うん、ものなんです。もう端的に分かりやすい言葉で思いをちゃんと表現し、うん、でもちゃんとユーモアを交えると、ウィットに飛んだっていうことですね。はい、ああなるほどな。だからこそやっぱ芸能界のトップってことなんでしょうねと思いましたね。まあこれねモテるための一つの要素とも言えますし、うん、まあ、仕事などのトークスキルに関してもね必須になってくると思いますし、そうですね、特に僕らのような情報発信者ね、ブログとか YouTuber などで情報発信してるとは絶対欠かせないトーク術かなと思いますね、うんうん、冷蔵庫を閉めるとかそうちょっとした入れるという、なるほどなるほど。これをただ単に前半だけ終わっちゃうとただ好きやなっていうだけ印象しか残らないけど、ね、もう最後教科書的にはなるけど、うん、最後の一言を加えることによってもう全然変わったものになる、うん、そうですね、うん、なんか青井優さんらしいというか人間味あふれるコメントになるわけですよね。そうそうそう、親近感が湧くというか、そう思いましたね。あ、なるほどな、うん、冷蔵庫閉めるとか言えてないから全然自分のことになってるけどというわけでね、ロスカットできないとかできないんですか、ね、いやその方がみんな共感しやすいというわけでですね、今回南海キャンディーズ山田と陽太さんと青井優さんの結婚ということで、うん、僕が一応共演させていただいたんでその山ちゃんの裏顔、おでも本当はただのいい人、なるほどなるほど、で名越さんからの視点、山ちゃんのキャラということでちょっとね別のいろんな他の動画ではないいろんな角度からちょっとお届けさせていただきました。ね、はい、皆さんも何か参考になっていただければと思います。はい、はい、ではですね今後もこの話題の人物話題のテーマ、うん、出来事などあればね随時このコーナーに待っていきたいなと思っております。はい、ぜひ見逃されたい目でもぜひチャンネル登録もお願いいたします。メルマガとラインアットも登録お願いします。はい、あとぜひねボタンもよろしくお願いします。この動画が良かったと思ったらぜひシェアをお願いします。はい、あと動画説明欄にこの動画に関する詳しい説明書いてありますので告知の意味を込めてぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。